はい、どうもこんにちは、渡辺です。いや、最近ですね、充電器めちゃくちゃ進化してますね。ということで、今日はですね、こちら、ユーグリーンのですね、新型の、充電器がですね、やってきたんですけども、なんとですね、こちらは 140W の出力が可能な、まあ、急速充電器となっております。いや、これね、140W って、これまで、ガス算のね、やつとかは、まあ、ちょこちょこ、まあ、このぐらいの出力できるものっていうのは、あるかな、まああんまないんですけども、今回はですね、この 140W っていうのは、単ポートで 140W 出力ができるっていうことなんですよ。この時点で一般的な急速充電器とか、まあそもそも自分がこれまでレビューしてきたことがある急速充電器の中でも、最強スペックです。単ポートで 140W いけるっていう、まあ事実ですね。で、それ以外にも、こちらですね、3ポートあります。3つのポートがあるので、まあ複数のね、同時充電とかもできる充電器になってますので、まあどういう出力で使えるのかとか、あと実際にね、140W 本当に出るのとかですね、そういったところ、ちょっと今回はチェックしていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらまずね、早速開けてみたいと思います。ユーグリーンもね、まあ、いろんな充電器出してますけど、かなりね、攻めてますよね。じゃあ開けていきたいと思います。オープン。はい。出てきまして、もちろんですね、今回、出力大きいので、わ、結構重量感がね、ありますね。すごい小型軽量っていうタイプじゃないです。正直、結構重みがあるので、まあ、ハイパワーとこのサイズっていうのもね、ある程度トレードオフではあるんですけど、いや、でもね、この出力のことを考えると、まあ、納得かなっていうところではあります。はい、開けていきますと、まずね、質感としてはこんな感じですね。まあ、全体的にマットなね、質感で、このグレーの、カラーになってます。こっち側はね、ブラックですね。まあ、ブラックとグレーのね、カラーですね。で、こちらが、今回の充電するところですね。USB Type A が1つと、Type C が1つ2つの合計3ポートという形になります。で、こちら側にはですね、140W っていう風に書かれてます。で、こっち側に、プラグの方がついていて、はい、こんな感じで、使うことができると。一応付属品もね、何入ってるのか見ていきましょう。はい、ケーブルがちゃんと入ってます。よ、これは地味にね、嬉しいところなんですけども、はい、ユーグリーンのこちらですね、充電用 Type-C ケーブル、C2C のケーブルが1本入っております。こちらはですね、出力は 100W まで対応しているケーブルとなってますので、まあ、ほとんどのデバイスは、まあ、このケーブルを使って充電すればね、全く問題ないというケーブルですね。で、こちらの付属のケーブルの長さは 1.5 メートルですね。まあ、そこそこの長さがあるという感じです。はい、ではですね、さらに細かいスペックね、見ていきたいと思います。まずですね、こちらの、まあ、充電の割り当てというかですね、どういう組み合わせで充電ができるのかっていうところですね。まずこちらですね、業界でも最先端のですね、この PD3.1 の 140W に対応しているということで、今回こちらがですね、まあ、ここにも書いてますが、一番下のですね、USB-C の1っていうポートですね。こちらが 140W の単ポートの出力が可能なところになります。なので、例えばですね、MacBook Pro の16インチですね、2021年のモデルは 140W で、まあ、充電ができるんですよ。で、だけど一応それできるのは対応ケーブル、マグセーフのケーブルが必要になりますけども、そのケーブルはですね、ここに接続してあげれば、この充電器で、MacBook Pro をですね、140W で、充電することができるということですね。で、そもそも、140W の入力を受け付けできるデバイスっていうのもかなり少ないので、まあ、これを、まあ、使うメリットになるのは、やっぱり MacBook Pro 16インチを使っている方になるのかなと思います。まあ、自分は今使っているメインのパソコンはですね、M1 Max の MacBook Pro 16インチ、これをメインで使っているので、まあ、そういった方が外出先で MacBook Pro をね、充電していきたいっていう時に、まあ、すごく活躍する、まあ、充電器ということになります。で、まあ、単ポートで 140W 出ますよということで、一応この場合ですね、30分の充電で、MacBook Pro がですね、約 56% 充電できるっていうぐらいの速度になるみたいです。まあ、通常の 65W の充電器と比べて、やっぱりかなりですね、速度が、まあ、上がってるということですね。で、他にもですね、ポートがあるので見ていくんですが、まず一番上のですね、USB の Type A のポートですね。こちらは単ポートで 22.5W 出ます。
なので、例えば、スマホももちろんいいんですけども、Apple Watch とかですね、この AirPods Pro とか、イヤホンとかですね、そういったものを充電するときとか、比較的そこまでの、出力が必要のないデバイスとかを、充電するときに、使うポートになります。で、その真ん中ですね、USB-C の2番ですね、こちらもなんと単ポートで 100W いくんですよ。すごいですよね。だから140W いけるポートと 100W のポートがですね、混在しているというか両方あるんですよね。一番最強のポートが一番下ということですね。で、同時充電した場合ですね、どのぐらいいくのかというとですね、USB-C の1と2番同時に充電すると 65W、65W になります。なので総出力で言うと 130W ですね。で、上の2つですね、タイプ A と、下のタイプ C を使うと、タイプ A は 22.5W、タイプ C が 100W いきます。なのでここも強いですね。で、上と下の場合も一緒で、タイプ A とタイプ C の1番、これでも 22.5W と 100W の 122.5W という出力になります。で、最後ですね、全部使った場合ですね、この場合が一番上は 22.5W で、真ん中が 45W の一番下が 65W っていうところになります。なので組み合わせは、ね、本当に自由自在で、それこそタイプ A でも 22.5W 出ますので、普通のスマホだったら十分のね、速度の急速充電になりますので、スマホを急速充電しつつ、100W の充電速度があればMacBook Pro 16インチも十分ね、充電できますので、結構出力が必要な MacBook を使いつつ、スマホも急速充電するみたいな使い方ができます。で、65W でもですね、MacBook Pro 充電はね、十分できるんですよね。ただ速度がちょっと遅くなるっていうぐらいなので、例えば、M1MAX の MacBook Pro 16インチと、M2MacBook Air を同時充電したりとかですね。で、さらにそこに加えて、この iPad とかもですね、急速充電できるっていうぐらいの、パワーがあるっていうことになります。すごいですよね。じゃあちょっとサイズの方を見ていきましょうか。はい、ちょっとね、兄弟みたいにちょっと並んでますけども、まずこっち側がですね、以前デビューしたこの Ugreen と 100W の充電器ですね。なんで 100W と比べてみて、どのぐらいの差があるのかっていうところですね。もちろんですね、100W の方が小さいですけども、本当に一回り大きいかなぐらいですね、こう考えてみると。で、厚みの方が、ちょっととあるのかな。いやでもそこまでかな。本当に数ミリ程度の違いかなっていうぐらいですね。なんでちょっと大きいかなっていう印象はあったんですけども、これ100ワット級と比べても全然許容範囲かなっていうぐらいのサイズの違いかなと思います。1センチは多分超えてないな、これは。一応サイズ感としてはこのぐらいです。充電器としてはちょっと大きめですけども、出力のことを考えると十分コンパクトかなっていうところです。で、ちなみにですね、この Apple 純正のですね、140W の、単ポートの充電器ですね。これ MacBook Pro 16インチ用の充電器ですけども、サイズこうです。複数充電できることを考えるとですね、純正よりもさらにコンパクトっていうのが伝わるのかなと思います。ちょっと厚みに関してはですね、純正の方はちょっと薄いかなっていうぐらいですね。じゃあちょっと重量の方ですね、測ってみようと思います。じゃあまずは、100W の、ね、充電器だと、どのぐらいか。232g でした。よいしょ。で、今回の 140W の充電器は 295g なので、63g ほどですね、違いがあるというところですね。ちなみに Apple 純正はどうでしょう ?278 だから、Apple 純正 140W よりは若干重いかなっていうぐらいの重量感です。はい。じゃあね、ちょっといろんなデバイスね、充電試していきましょう。はい。じゃあちょっと真ん中のポートで、バッテリーが結構減ってる、このXperia 1 Mark 4。こちらがあります。これをちょっと軽く充電してみようと思います。はい。今 26% のバッテリーですね。よし。接続しました。はい。ワット数が出てますが、結構いきますよね。今 25W とかもいきましたけども、このぐらいの PD 充電ができております。これ真ん中のポートです。受けるデバイス側がね、100W とかに対応してるわけじゃないので、ちょっとパワーを持て余してる状態になるんですけど、しっかりとね、急速充電ができているっていうのが確認できております。はい、安定してね、20W 前後、23W、24W ぐらい出てますね。これ、スマホの場合です。はい、じゃあ続いてですね、下のポートも行きましょう。よいしょ。はい。同時に、ちょっとね、スマホと同時に iPad Pro ですね。こちらも充電してみようと思います。こちら今残り 69% ですね。はい。いきます。何ワット出るか。おー、いくいく。いきますね。
30W、33W 出ております。はい、これも受け側の問題ですね。まあ、このぐらいの充電速度が出ていると。で、それを充電しながらもこっちですね、Xperia 1 Mark 4の方は 23W 出てますので、まあもちろん当然なんですけども、このぐらいの充電は普通にいけますというところです。はい、もうあっという間にですね、バッテリーがどんどんね、増えてってますよね。はい、じゃあですね、ちょっと MacBook Pro 16インチの、単ポート 140W ですね、こちら、どのぐらいいけるのか、ちょっとチェックしてみようと思います。MacBook Pro の方ですね、こちらなんですけども、はい、マグセーフで今接続してます。で、バッテリー残量をちょっと減らしまして、今 76% あるっていう状況ですね。で、その状態で、単ポートで USB-C の1番に接続してみます。これで 140W まではスペック的にはいけるはずです。では、接続します。はい。お、はい、来ましたね。来ました、来ました。おー、来た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 。あー、来てますね。こう、3515だから、もうこれ 140W 来てるでしょ。こちらの、数値を見ていきますと、今どのぐらいのワット数で、出力されてるのかがわかります。135W 出てます。はい。なので、まあ実質もうフルスペックで、まあ充電できているっていうのが確認できますね。136W とか。出ておりますので、もう完全にこれ MacBook Pro ね、余裕で充電ができるっていうのはもうこれで証明できました。この状態で真ん中も使うと 65W になるはずなので、ちょっとね、真ん中もちょっと使ってみますね。ちょっと見えなくなっちゃいますけども、今真ん中の USB Type-C の2番にですね、スマホを接続しました。で、スマホの方は、こちらですね、 POCO F4GT ですね。これかなり出てる出てる。このスマホ自体もかなりの出力に対応しているスマホになってますので、まあ同時充電でこんだけいけてるっていうのがね、わかります。今 46W とかね、出てますね。で、うっすら実はね、見えてるんですけど、この下のですね、MacBook に接続してる方は 64.5 出てます。まあしっかりスペック通り出てますね。で、あとは Type A を使った場合は、100W いけるはずなので、ちょっとチェックしていきます。Type A の方は今急速充電来てます。で、この状態で MacBook の方は、はい、何ワット来るのか。70ワット超えましたね。79ワット、89ワット、あ、来てますね。もう完全にもうこれ100ワット付近まで行くやつですね。92ワットとか、同時に接続しても来てるっていうのが確認できております。はい、すごい、これは強いわ。はい、ということで今日はこんな感じで、ユーグリーンのですね、こちらの 140W の充電器ですね、こちらを、まあ、ちょっとレビューしてみたんですけども、まあ、サイズ、重量感っていうのは、やっぱりこのワット数、出力が大きいので、まあ、そこそこ大きいものになっております。ただまあ、今回ですね、出力マジで強くて、本当に MacBook Pro を最速で充電できるっていうね、140W 単ポートいけるっていうところと、あと 100W 充電しつつも、まあ 22.5W の Type A の充電もできるので、まあ同時充電でも 100W 以上のですね、充電が可能っていうところですね。で、まあ使い方にもよるんですけども、65W、65W の Type-C とかで、まあ、使ってあげると、まあ例えば、まあ1台の充電器で、2台のパソコンをですね、同時に充電しながら使ったりとか、まあそういったちょっと、まあ複数の結構充電のね、パワーが必要なデバイスを同時に使うっていう使い方もできるので、まあその辺がメリットの商品かなと思いました。価格がですね、こちら Amazon の方で 14,980 円となってますので、ちょっと高めです。ただ出力的にはかなり強いので、やっぱりこれはですね、MacBook Pro 16インチ、まあもしくは 140W で充電できるデバイスを持ってて、さらにまあ同時にね、いろんなデバイスを充電していきたい方向けの、充電器かなというふうに思いました。概要欄に詳細貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日はこんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。